深呼吸を口もを片子結び直したら何か変われそう。すがすがしい気分、すべて今週も始まりましたクラブパルヘジア。本日も10時までどうぞゆっくりお楽しみください。走ってく心
知れないの。いつもそう、とりあえず未来の不安なんて置いといて眠ろう。柔らかく走ってく心まで。とりあえず明日の不安なんて置いといて眠ろう。柔らかく舞い上がって夢を見て。深呼吸をそう信じて、飛び越えよう未来の不安なんて高まった ありがとうございます。大丈夫です。こんばんは。今週も始まりましたクラブパルフェジアです。それオンにしてくれる？オンとかあるんですか？オンとかオフとか。今回スタンバイ OK と思ったのに流れバッチリと思ったんですけど、この間これの存在知らなかったからバッチリ。だって今日音の鳴らないマイクつけるもの来て、そう、はい、チャラ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 、そうネックレス。さあ今週も始まりましたクラブパルフェジア。この番組は毎週多彩なアーティストをゲストにお迎えして笑顔をハンドメイドしようという番組です。素敵な歌はもちろん楽しいコーナーをいっぱい用意しておりますので、お時間の許す限りゆっくりしていってください。はい、今日は台風が来るということで、そんな足元の悪い中、観覧の方も来てくれているので、その方の命とアーティストさんのこう無事と皆さんが安全に帰宅して、ちゃんと元気な日々を過ごせるように、今日は押さないように。はい、時間厳守で楽しくいきたいと思っております。本日のパーソナリティは、毎月2週目担当パーソナリティをやらせていただいておりますミュージコです。よろしくお願いします。はい、本日も素敵なゲストをお招きしております。まず一組目のアーティストさんは和歌山県出身、ギター弾き語りシンガーソングライターの美濃部ありささんです。よろしくお願いします。そしてクラブパルフェジアには実は3回目のご出演ということで、はい、大阪出身のギター弾き語りシンガーソングライターのゆうきさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは自己紹介をよろしくお願いします。はい、チャイナスクエアさん、はじめまして。はじめまして。大阪に今住んでるんですけど、はい、ツアーで名古屋と東京回ってます。美濃部ありさです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今 CD の、はい、そうです。レコ発とかで待ってるんですよね。やってからこう待ってます。はい、その話もゆっくりしてたらと思います。はい。
はい、ゆきさんありがとうございます。本日はお願いします。はい、チャイナスクエアはもう、ずいぶん昔からお世話になってます、はい、大阪から、私も来ました、ゆうきです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは早速ですが、まずご挨拶代わりに一曲ずつお願いします。お聞きしたいと思います。では順番はみのべありささんからでよろしいですか？なんかあ、じゃんけんする？いや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 、もう大丈夫。あ、そうだ、自己紹介の3人ですね。本日、まあ、2時間一緒に3人で過ごしますので、はい、なんて呼んだらいいですかね？私、ありちゃんって呼ばれてるんで。ありちゃんでいいですか？ありちゃんで、はい、じゃあ、はい、私、ゆっきーで。ゆっきーで。はい、ゆっきーって呼んで。はい、じゃあミュージッコちゃんで。ミュージッコちゃん。わかりました。アリちゃん。アリちゃん。ミュが昔で事故ちゃん。ちょっとかわいそうじゃん。事故ちゃん。事故ちゃん。危ない。ね。事故ちゃん。その略が広がるとちょっと悲しい。はい。じゃあ、はい、アリちゃんから。アリちゃんからいきます。アリちゃんからじゃあお願いします。スタンバイしている間に、ユッキーとは今日で会うのが2回目なんですけど、そうです、はい、1回目に会ったのが対バンだったんですよね。バンドの対バンでお会いして、はい、秋葉原でそうドレスのスパホールで、はい、もう結構 4,5 年前、もう本当ですね、 4,5 年ちょうど経つと思いますですよね、はい、でお会いしたん、お会いしたきりなんですけど、はい、なんか結構その時にそのライブを見に来てくれた人で、今もこうずっとライブ来てくれてる人とかいて、今そう、私もゆきさんの、ゆきの話がいっぱい出るんです、はい、私もなんです。そうですか、嬉しい。ずっとあの会えてはなかったんですけど、はい、その活動もね、あの状況とかをそのお客さんから聞くことが多かったので、そうなんかすごい、はい、友達みたいな感じな、もうなんか知ってる感じがしてます。はい、してました。ねー、よかったです。そう、はい、あ、すごい OK ですか？スタッフ OK だったらいつでもいいです。大丈夫です。あ、はい、はい、では、私は、はい、みのべありささんお願いします。はい、じゃあみのべありさでドアという曲。最初はちゃんとノックしてほしい、ドアの向こうで待ってる、できれば早く開けてほしい、私のすべて教えるから頭に入れて番に言いたいことは悪い子なのって言えば遊んでくれますかね、今から一つ覚えて二つ覚えたら心の扉開いていく、三つ覚えて四つ目を知れば愛しくなって離れ受け止めてね、一番
レコ発の CT の中には入ってません。入ってません。入ってません。でもなんかあのこれ自己紹介の曲なんですよ。うん、あ、そうなんだ。なんか言ってましたよね。いろんな。アブリルが好き。買い物は苦手。うん、B のコードは抑えられないっていう、曲なんで。あ、なるほど。いや、まあ、最初の頃。最初の頃。作った当初ですけど、はい、あ、未だにでも B は。抑えてないです。あのでもちゃんと B の形のとこでそれを歌ってるんですよ。簡単なコードにしようとかあります。細かく考えられております。すごい。それは CD にもは別ではなってるんですか？あの前の CD になったんですけども、あ、ね、なくなっちゃった。販売してなくて、あの持ってる方はもうすごいレアな、いいですね、曲です。でもライブでは結構やってるんで、はい、あ、じゃあライブに行けば結構聴ける感じ、はい、そうです。高い曲ということです。そうです。はい、ご準備ができたら手を使ってきました。はい、ではゆきの曲お願いします。私全国47都道府県47局作る旅を今始めたとこなんですが、そんな自分との戦いの歌を歌いたいと思います。プラスチックの SOS という曲を聴いてください。遠くから声がする、こっちだよって言っている、綱渡りの途中、ああ風が吹く、目指すのは星形の黄色い旗が立つ丘でも、もうこの辺で、ああいいかもしれない、意地悪な天気のせいでゆらゆらするから、進めない進めないって、ああああ叫んでいるよ SOS SOS SOS。こっちへ来いと呼んでる、腕磨きに夢中、
足形の黄色い旗が立つ丘でも、もうこの辺でああいいかも。言い訳ないだろう、意地悪なあなたのせいで、ドキ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 しちゃってさ、その指に肩に唇に触れるまでは生きていたいのです。意地悪な天気のせいで、ゆらゆらゆらふらふらしちゃっても、進みたい進みたいってああああ叫んでいるエコー。ああに1曲1曲ずつ書いて進んでいくという旅を1年ぐらいかけてですね、すごいやろうかなと。今でもまだ1件目なので、はい、まだ始まったばかり、どうなることやら。そのスタートのね、はい、そうなんです、はい、すごい素敵な曲でした。いやいや、ありがとうございます。いいですね、いろんなところをお二人ともこうツアーとかで回ってますね。大阪同士って聞いてちょっと嬉しかったです。本当です ね、 ね、びっくりしました。そう、もう遠くここ東京かなみたいな、東京かなって感じですね。私、うん、となんでもない。東京でもなかった。あ、どこですか。神奈川県。そう、そう。なるほど、はい、はい、そうなんです。はい、ではそんな素敵なお二人の曲を聴いたところで、本日ですね、一つ目のテーマのご紹介をしたいと思います。本日5月12日は看護の日ということになっておりまして、21世紀の高齢社会を支えていくため、看護の心、ケアの心、助け合いの心を老若男女、老若男女を問わず誰もが育むきっかけとなるよう、フローレンス・ナイチンゲールの誕生日の5月12日が看護の日に制定されました。ということで、本日今回のテーマはですね、忘れられない看護エピソードはということになっておりまして、看護のエピソードを聞いていきたいなと思っております。はい、はい、心温まる看護エピソードを教えてください。あの、特に看護と言いますか、ライフスタイルとか看護とかっていうとちょっと硬い感じにはなりますが、なんか風邪ひいてこうなんかあったかくしてもらったりとか、つい最近私ありました。あ、なんかブログ見たら風邪ひいてましたね。見ました。急性胃腸炎になって、風邪じゃない、そうなんです。軽んじてた、すごい結構なやつにね、あの、はい、ちょうど旅の皮切りが5月7日の夜行バスでこう向かってですね、はい、東京が初めてだったんですけど、うん、7日のその夜行バスの中で、はい、すっごいお腹が痛くなって、深夜2時ごろ、うん、そしてサービスエリアをもう過ぎた後で痛くなったんですね。その次のサービスエリアまで3時間くらいあるんです、ね、長い。そう、もうすぐ痛くなったから、その3時間を、うん、もう冷や汗とかも出てきて、辛い辛い、でバスの一番後ろだったんですけど、はい、もうどうしようもなくて、でも運転手さんにこれ言ってもいいんかが分からないし、うんうん、もうさっきサービスエリアね止まったばっかりやしと思って、もうずっとなんか体勢変えてこう ずっと我慢して、はい、なんとかもうね、耐え抜いたんですけど、その後もねずっともう吐き気と腹痛で、これはおかしいっていう感じで、もう東京に着いた朝、8日の朝に病院にすぐ行って見てもらったら急性胃腸炎っていうことで、ね、もうその着いた旅1軒目着いてもう急性胃腸炎、もう恥ずかしすぎて誰にも言えないぐらいの、これ言ったらねなんか幸先悪すぎるっていう感じだったんですけど、ちょっとあまりにひどかったんで言って、あと止めてもらうお友達に看病も早速してもらってね、お粥作ってもらったりとか、なんかあの
そうです、バナナジュースとかね、はい、いろいろ作ってもらってもうお世話になったところです。あーすごい、ちょうど看護してもらった側。そうです、してもらった側です。でも良かったですね。もうね、だいぶ今マシになって、そうなんです、うん。もうね、短期間でマシになって、おかげさまで。かなり上演って痛いですよね。めちゃくちゃ痛かった。胃が食い破られてるんじゃないかって、うん。本当にそれでね、出たらいけなかったんで、うん、もう本当これは死んだ方がマシぐらいにその時は思ってます。うん、痛かった。もうでもあれほど痛いのはもうないと思うぐらい痛かった。うん、よく無事で無事でよかった、ここにいてよかった、よかった。そんなエピソードで、いや、うんうん、今バスの行くところが流れてる。あ、ほんまですか。あ、じゃあなんか穏やかな曲ですけどね、そんなことは思えなかった、もうバスの中でね、早く着いてって思って。3時間は地獄でしたね。地獄でしたね。もうきつかった。気をつけてください皆さん。何を、ね、もうあんまり無理をしないようにお手洗いがある場所にね、ぜひしてください。あ、そうか、そうですね、それも一つのポイントだ。ね、本当に旅の波乱でした。本当だ、ゆうきさん。そうなんですよ。でもね、優しく介護してもらって、うん、本当良かったですね。元気になりました。はい、良かった重たい、ごめんね、重たい、急に重たいなっちゃったね。重たかった、いや、しんどそうそうそう、でも介護、介護、あ、そうですね、看護こういうことですよね。はい、こういうこと。でもいいほど、いやいや、何でもいい。でも胃腸炎で思い出した話。あ、どうぞどうぞ。なんか胃腸炎つながりで、はい、私10看護じゃないかもしれんって言って、はい、17歳の誕生日に、うん、あの平日の普通に高校あったんですけど、うん、誕生日やから行ったらみんななんかくれると思って、うん、死にそうになりながら、あ、そういうこと。具合が悪かったのに、胃腸炎の時に、胃腸炎の時に頑張って行ったっていうエピソードを思い出します。結果もらったんですか。え、もらいました。あ、よかった、よかった、行ってよかった、よかったね。でコルクボードとかもくれて、あ、嬉しいね。それでもらえなかったらね、もらえなかったらね、でもめっちゃアピールしました。あの胃腸炎に来たんやでって言って、かわいい、かわいい、自分で言っちゃった。授業中とかむっこんなのってたけど、すごい痛いんだから。もう、ね、めっちゃ痛い、誕生日だよ、めっちゃ痛いよね、うん、本当に。でもよかった、なんかもらって、そう、もらって、本当にもらえなかったらもっと心まで痛い、ね、痛くなる、本当よかった。なるほど、なるほどね、かね、胃腸炎つながりで胃腸炎つながり、つながったね、つながったね、なるほどね、よかった、よかったですね。私はですね、看護エピソードっていうのを今日聞いてちょっと真面目に、真面目か、あ、私あの昔ですね、あ、昔というか前にあの特別養護老人ホームにボランティアに行く機会があって、学校でですね、で、なんか10日間ぐらい行ったんですよ。で、そこが介護が必要な会と看護あの必要とない方が泊まられてる会と分かれてたんですけど、私は介護が必要な会の担当になっていろいろそのお手伝いさせてもらったんですけど、その時にあの何て言うんでしょう、こう寝たきりだとどうしてもこう動かさないと床ずれしちゃうとかって聞いて、こう。こうみんなっていう体の向きを変えてあげたりっていうのを何時間おきとかにこう病棟回ったりする、あの部屋を回ったりするんですけど、そのできなかったりとかするとすごいなんか床ずれっていうのがもう皮膚が生んじゃうみたいな状況とかを見て、でなんかお風呂のお手伝いとかもしたんですけど、それはすごいなんか貴重な出来事でした。私結構喋るのが苦手で、でもなんか全然会話はなかったんです、そのあの部屋の人で何人かいたんですけど全然会話はなくて、でただできる作業を一生懸命やることしかできなくて、終わった後も結構毎日何もできなかったなとかって思いながら帰ってたんですけど、その最終日にその老人ホームいる方とかに、まあ、最後ということで挨拶をして、スタッフの方と挨拶をして、あの今日までですって言ったら、結構スタッフの方はあっさり、あ、お疲れみたいな感じで終わって、私はなんか1週間来たけどなんか意味残せたかなみたいな感じで思っていたら、そこに一人おじいちゃんがいて、そのすごいこう頑固って全然喋れないんですけど、すごい痰を吐くおじいちゃんがいたんですよ。あの道とかエレベーターとかに痰をすごい吐くおじいちゃんがいて、いつ
こう測れるかなとかっていうのをドキドキ若干ドキドキしていたけど、なんかちょっと好きな気になるおじいちゃんがいて、そのおじいちゃんがこうなんかエレベーターで急にこう手を差し伸べてきたんですよ。でそれをこう手を出された時になんかあ単測れるかなと思って最後来たかなと思いながらなんかまあ最後だしと思ってこう手を返したら、その手を胸に置いてしばらくこう目をつぶって、もう一言も喋んなかったんですけど、それでその時すごい涙が出て、なんかこう命ってなんかあんまりこうちゃんとした言葉では言えないんですけど、もう自分の体も大事にしなきゃと思ったし、やっぱり家族、まあ、親も大事にしたいなって思いましたし、なんか自分は何ができるかなっていうのをそれからこう考えるようになりましたね、生きるとかっていうことについて。はい、ということでした。真面目かっていうすごい、はい、ということでナイチンゲールの日でした。はいはい、その後の収集がということです。はい、いい経験でした。ではここで番組プレゼントの紹介をしたいと思います。いや、それは転倒の時とかで、あ、いらないですか。最新コーナーをどんどんやって、コーナーどんどんやっちゃっていいですか。ちゃんが今日初なんで、はい、あ、では、はい、そっちのコーナーに飛ぶということですね。そっちのコーナーを先に言ってください。ほら、いい話ですね。いい話です、ありがとうございます。その後の展開がぐちゃぐちゃになっているはい、ではゲストトーク、番組企画コーナーのゲストトークに行きたいと思います。ではトークテーマとして、今の活動を始めたきっかけ、今日美濃ありささんが初めてクラブパルヘジャに出演くださったということで、ちょっとねいろいろ聞いていきたいなと思います。はい、はい、突然ですが活動を始めたきっかけなどありますでしょうか。きっかけはですね、うん、私は3歳の時からエレクトーンを習っていて、すごい、鍵盤もやるんですけど、そこから、まあ、音楽人生長くて意外とで3歳からやってたし、あの中高吹奏楽部で、あーかっこいい、でよく、あ、そうやと思ったって言われるんですけど、うん、フルートを吹いてまして似合う、確かになんか絶対そうやと思ったってめっちゃ言われるんですけど、まあ、フルートピッコロとかやってて、で高校の高1になった時に、うん、自分に高校入学祝い買おうと思って、うん、ギターを買ったんですよ。自分に、自分で買って、あ、自分で、そう、自分に自分でプレゼントみたいな、いいですね。でそこから、ギターを独学で始めて、うんうん、なんできっかけっていうかやってたみたいな、もう気づいたら、もう気づいたら音楽があった、かっこいいね、かっこいい、はい、そういう音楽の世界に入っていたって感じです。うーん、気づいた時から音楽が好きでみたいなそうですね、音楽好きだった、もうなんか分からない、もう一部なんだ。でもずっとあのエレクトーンで作曲とかもしてたんで、うん、作曲が趣味になっていて、うーん、すごい、なんかエレクトーンでもコンクールがあったんですけど、普通にカバーするコンクールがほとんどなんですけど、私それで賞取れなくて友達に負けてて、うん、あんなもんないなって思ってたら、うん、でそのオリジナルコンサートみたいな作曲をしてそれを披露してこう上がっていくみたいな、うん、あ、そういうのもあるんですね、があるんですけど、そっちですごいいいとこまで行って、あ、でそこでちょっと、あ、作曲楽しいんやみたいな、向いてるかもと思ってそう作り始めていったって感じです。へー、そうなんだ、ね、あ、じゃあもう何でもできますね。なんでもできる、なんでもできるね。なんか CD、あ、じゃあのホームページ見て YouTube、はい、あの YouTube 出した CD の、はい、こうちょっとずつ聴ける YouTube アップされてるじゃないですか。はい、CD に入ってる曲、そうです、 YouTube もアップしてます。そのピアノっていうか、あの鍵盤使ってる曲あるじゃないですか。 あれは自分で弾いてるんですか。バラードとかですかね。
かなんかじゃなかったですかね。あとバラードが入ってるんですよ、うん、今回のアルバム。それはあ、そうです、好きだからさよならっていう曲は、初めて私オリジナル曲200曲ぐらいあるんですけど。すごい、すごい。いや全然でも、あのちっちゃい時からの子なんで、ね、今全部やれって言われたら できないですけど、あの作りためての200曲ぐらいで、うん、その中で唯一あのピアノで作ったバラード、うん、バラードが1曲しかなくて、まだ結構ポップなやつが、確かに他のはポップでしたよね、なんか多いんですけど、なんか作ってみようかなっていう年齢になってやっと作れたのを、弾き語りでピアノと歌ともう一本撮りで撮ったのがアルバムに入ってます。はい、それあ、そうなんだ、そうです、はい、アルバムに入ってます。 ありますね。そう、あ、ピアノ自分で弾いてたんだ。そうです、すごい、自分で弾いてます。ギター弾き語りの人だって思ってた。そう、あのでもそういう印象よく言われます、ギター弾き語りの人って言われるんですけど、実はあのピアノっていうか鍵盤歴の方が長いっていう。すごい、うん、すごい、なるほどですね。興味持ってくれたら嬉しいなっていう感じですけどね。ね、もつもつ、めっちゃ持ちましたよね。ありがとうございます。興味津々、うん、はい。ユッキーは何か始めたきっかけっていうのは、はい、私はでも、はい、真逆ですね、うん、遅く始めたので、うん、大学生まで何ももうやってなくて、うん、テニスサークルとかね、あ、テニス部っぽい、テニスめっちゃできますよ、すごい、めっちゃできますとか、あの、うん、バトン部とか入ってたんですけど、あ、やってそう、バトン回すやつ、ね、すごい、意外とねこう回してたりしてたんですけど、全然音楽とは関係なくて、うん、で大学のテニスサークルに入ってたんですけど、はい、あのずっとこう歌詞はねなぜかこう書いてたんですよね、ノートに。中学生の時から、うん、文章書くのは好きだったんですけど、うん、音楽は全然やってなくって、うん、でそのテニスサークルの友達がギターをふとこう持ってきてて、うん、休憩時間にわーってオリジナルをしかも作ってね、男の子の友達が弾いてたんですね、はい、でその子がこう音楽を普段やるような感じの子じゃなくて、こうすごいシャイな感じの子で、うん、なんか音楽をやってる路上ライブとかをやってる人っていうのはなんかすごい人やって思ってた、うんうんうん、もう自分とは全然違う人やって思ってたところを、うん、その友達がやってたのを見て、あ、できるものなのかなというか、うん、身近に感じて、うん、そこからですね、そこからちょっとこうギターをその子に教えてもらって弾き出して、はい、意外にこう C とか F、ね、G とかって弾けるようになったら面白いなっていうので、うん、その中学校の時の歌詞をこう出してきて、うんうんうん、カバーをほとんどせずに、うん、もうオリジナルを作りたいってなんかこう思ってね、うん、作り出したのがきっかけです。そこからこう軽音楽部とかにも入ってなかったので、うんうんうん、いやテニス部とかね、うん、っていう普通の子たちだからこう曲弾けただけですごいみたいなこう言ってくれるので、うんうん、あ楽しいこれ楽しいって思って、うん、そのままこうずっと続けてきて今になります。なのでもう全く逆に私は音楽は全然こう見るというか聞くというかねそういう方だったので、うんうん、まさかこう今やってるとはっていう感じですね。だからもうすごい逆に羨ましい、かっこいい、いやいやいやっていう風に思い、そんなちっちゃい時からやりたかったな やって、ね、いたかったなと思ったんですけど、うん、確かに、うん、そうなんです、いいですね、そういうきっかけがありました。すごいきっかけありますね、聞くの面白い、面白いですね、みんなそれぞれね気持ちが、確かになんか、あ、そうですね、私も全然何も音楽やってなくて、でなんか詩だけ私も書いててノートに、まあ、一言の詩とか、 なんか言葉をずっと喋るのが苦手で喋れないことをノートに書いててみたいなのをしてた時に、私はあの友達に誘われて友達のライブを見に行って、バンドだったんですけど、でそれを初めてなんかちょっと垢抜けた場所に、すごい真面目な感じの子で、あの垢抜けた場所に行ったらすごいなんか楽しくて、あ、なんだこの世界はって思ったのがきっかけで、で楽しくてこう毎週のようにそのライブを見に行くようになって、でそのバンドの人がこう輪の中に入れてくれて、でなんか歌ったらいいじゃんみたいな感じで言ってくれたのが最初きっかけで、その詩を書いてるんだったら作っていけばみたいなことを言ってくれて、じゃやってみようかなっていうのを漠然と思って、でそれから歌ってみたいっていうのはあったんですけど、何も楽器とかピアノとかもできなかったので、最初どうしようって思って、じゃあオケで歌ってみようと思ったんですけど、私なんか
動きが変でなんか立ってる姿が絵にならなくて、ね、なんか歌よりもこの動きがちょっと気持ち悪い方が気になってどういうことなんか気になってなんかかっこよくできなくてそのなんか自分よというよりは周りから NG が入ってそんなに最初のきっかけそれでなんか持った方がいいんじゃないかみたいなことを言われてそういう持ちぶさったりね、うん、なっちゃうんですよね、なんか手が動いちゃうからでなんかピアノは絶対弾けないと思ったんですよ、はいはい、なんか右と左手が一緒に動いちゃうから絶対無理でギターをやってみようみたいな感じでギターを持ってっていうのがきっかけでした。すごい、でもなんか全然何もできないのにじゃあストリート行ってみようかみたいになって最初も河原で一人あのもう友達と二人みたいな感じ で人が止まったらやめるみたいな止まったらやめる川まで行く話しかけられても別に歌ってませんみたいな感じの最初やりつつちょっとずつこう道端に出ていって歌をやめずにっていう感じになりました。なんか近いとこを感じた、ね、なんか近かったですね、うん、歌おうって思ってなかったけども、うん、歌い出したというかですね、すごい面白いです。はい、ありがとうございます。ではそのきっかけを教えていただいたんですけども今の自分を構成する三大要素ってこれめちゃくちゃ難しいですよ、ね、これ台本に書いてありますけどすごい難しいことですよね。考えてたんだけど難しいな、うん、あ、3つ、あ、そうだ、別に構成する3大要素と深く考えず、うん、頭にある3つっていいんじゃないですかね。ラーメンみたいな、あ、そう、そういうことそういう感じでいいんじゃん、そんな感じでいいの、そう軽い感じ音楽じゃないんですか、すごい音楽を考えてます、ね、あ、でもいいのかなと思って何でもいい、今の自分の今ですか、今考えてること3つ、今3つか、何ですかね、何でもいいですよ、音楽に関係してもいいですよ、全然全然映像があるからね、音声だけじゃないんでね、大丈夫、すごい静かになっちゃった、そう、あ、本当大丈夫、大丈夫、声だけだった、私、思い浮かんだ、あ、どうぞ、じゃあ、アリちゃんから言っちゃいましょう、とりあえず、音楽、うん、旅、お、うんうん、お客さん、みたいな、うん、今回ってるしな、今ね、ツアーだからね、なんかそんな感じです、うん、やっぱ人と出会うのが楽しいなって思いました、うんうんうん、名古屋と東京まだ2日目やけど、うん、なんか私めっちゃ人見知りで、そうなんだ、ね、いや全然違いますね、見た目とねすごいすごいすごい喋ってる、そうなんですよ、あのですやっとこういろいろ遠征するようになって喋れるようになったんですけど、うん、もうほんまにインドアで引きこもりが大好きな、もう開いて言ってましたもんね、そうなんかもう外に出たくないみたいな、もう部屋で一生曲作ってたいタイプ、かっこいい、もうザ本当ですね、ザアーティストだよ、生まれ持った、いやもうそんな感じなんで、好きのアーティスト、緊張してます、かっこいいね、でもね、そんな感じ、本当だ。三大要素考えてなかった私も今自分でどうしようと思ってしまったと思って、ね、おい、へぇー、へぇーって繋ごうとする、へぇーって繋ごうとする感じがねありますけどね、ちょっとあるある、同じ気持ちですね今 ね、うん、どうしよう、なんだろう ね、どうしよう、でも本当今浮かんだ3つで良ければあります、あ、どうぞどうぞ私今曲をね作らないといけなくて、この東京皮切りなんで東京で思い浮かんだ曲を作らなきゃいけない、作ったら次の県に行けるっていうルールなんですけど、まだできてないんですね、なのでそうなんですよ、もう今4日目ぐらい東京いるんですけどできてなくて、そうでしょ、まだ1軒目、そういうことなんです、自分にその試練を課した作曲の旅なんですね、自分を追い詰めていこうっていう修行の旅なんですけど、そういう旅でまだできてないので、それがもうすごいずっと心にあるんですよね、曲ができてないっていう、作曲っていうのがまずもうすぐ作曲、もう明日絶対作りたいって思ってるんですけど、まだできてないしっていう作曲っていうのと、
やっぱりあとはやっぱり ギターはまあ今弾いてるんでギターっていうのとあと台風です。台風台風気になってる。すごく荷物がねむちゃくちゃ多いんですよ。その CD を全部もさっきも、ね、持ってきてて移動するのに全部今持ってるので荷物を、あれを持って台風この雨の中帰れるかなっていう、ね、今日友達の家のとこまでっていう不安がずっとあって、作曲の不安とそれと不安だらけ、不安だらけ、今は不安だらけ、ね、一兆円ならないようにそうだよ、そんなプレッシャーをすごい抱えてるから。そうなの、もうそんな大変だ。大丈夫です、大丈夫です、はい、でもね、そういうことそわそわしてますね。なるほど、そんな感じです。なるほどね、はい、はい、私もなんだっけ忘れた、なんか浮かんだのに聞いたら忘れた。あ、でもその流れに乗っていこうと思って。そう、私もですね今新曲を書いていて、その作詞言葉がすごい、作詞が曲から作って今ちょっと作詞に苦戦していて、新曲を完成させたいなっていうのと、新曲手品電車、手品電車、はい、3つあの言葉、手品は今私手品がすごい好きで、あの単純に好き で、あのなんか100均とかにもいろんな手品グッズとかがあるんですよ。ちょっとしたのがありますね、トランプ手品とかなんかいろんな、うんうん、それを今いっぱい買ってて、でもなんか練習してなくて、それをなんか練習してないんですね。してなくて、その練習をちょっと始めたんです。でもあれってすごい簡単な作りだけどなんていうの、技が必要なんですよね。すべては手の器用さ。あ、そうでしょうね。そう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 、全然バレるんですよバレるもう両手にすべてを持ってるのがもうその段階でもう分かっちゃうから、これをいかにもう子供に、ちっちゃい子供だけでも騙せるぐらいの、騙せるぐらい、騙しちゃうんですね。夢がないね、あの手品がね、できるすごいって言ってもらえるように。え、手品はどこで披露するんですか？あ、でも初めて会った人とかになんかどっかのなんかイベントでやるんかなと思った。ない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 、趣味でというか、もうほんと完全趣味です。そうですね、その発想がない。なんかどっかで披露するのかなと思って、ライブ中の MC でやる。ぜひやってほしいです。ね、上達できればしますけど、すごい。その時は多分みんな持ち上げてくれるから、みんな騙されて。でも今そんなレベルじゃないからな。でもうん、練習して、そうそうそう、まずはちょっと子供ぐらいからこう楽しませられるようになったらいいなっていうのと、はい、あと電車は私もう本当に電車に乗るのが苦手で、方向を間違えちゃうんですよ。逆に乗ったり、そう、各駅なのに、ここも各駅じゃないですか、イオギって各駅しか止まらなくて、もうギリギリでした。急行で一回降りるで乗り換えとかっていうところだったんですけど、危なかったです。あ、でも大丈夫、今日は大丈夫で、すごいすごい怖かった。携帯ずっと調べて、こうずっと調べて一回降りてまた乗ってみたりこうして、そう一回降りるんですか？一回降りて調べて閉まる瞬間に戻ってみたり。え、なんでなんでなんですか？なんかこれは乗ってていいから、なんかどうかもわかんない、降りるタイミングか。すごい。この間なんか朝にの8時半ぐらいに4回電車間違えて遅刻したんですよ。4回つらい、もう病気だなと思ってもう今ちょっと電車が怖い、リアルに怖いです。電車に忘れ物とかしたことない？あります。買ったばかりの服を一式忘れたり。うわ、もったいない、荷物多いじゃないですか。こうライブとかちょっとなんか寄り道して買うと結構忘れる。すごく。ギター忘れたことない？カフェに押し忘れたことあるんですね。カフェとかによってなんか意識忘れてちっちゃいカバンだけ持って帰って。わかります。すごいわかる。なんかね、ありますよね。そうわかる。はありますね。はい、そんな感じでみんなね、曲のところだけ共通させしてる感じで。曲、あれ三大要素に戻りました。はい、はい、作曲とあ、音楽、あ、なるほど、なるほど、そういうことですね。急に戻しちゃったからね、はい、分からなくなっちゃいました。はい、そんな感じです。そんな感じの感じです。そのまま自己のコーナー行っちゃいましょう。
事故らないコーナーですよ。事故ったらダメなコーナーです。これはちょっと全然そう、滑らない自信がない、はい、でもなんか全然ない。では MC の企画コーナーに行きます、はい、あ、これ私が見えてないだけか。行きます。ミュージコの無事故 OK、 事故ったらダメーん、滑らない話合戦。これはですね、そのままなんですけど、こう滑らない話をお二方に披露していただきたいなというコーナーなんですけれども、高い、これはですね、滑ったら罰ゲームがあります。はい、でその罰ゲームが混ざって楽しかった、なんかすごいって思ったのね、なんかまだ、ね、なんか気持ちが良かったのに聞いてない聞いてない聞いてないよ、聞いてない、聞いてない、あ、そう言ってない、そう言ってない、罰ゲームあること言ってないのかな。自分がやるのやり言わないんだ。説明しなくても、だって自分がやるんだから。違う、そんなことないよ。デキレースなんてないですからね。ちょっとそんな、すべてが。デキレース、デキレース、なんかちょっと、自分が作っちゃうんじゃない違う。できてるんじゃなくて、自分が作っちゃう。え、そんなことない。はい。頑張れ。で、これがですね、こう、面白い話をこう、トークをしていただきましたら、あの見ているユーストリームをご覧の方にですね、協力してもらって誰が面白かったかっていうのを決めていきたいと思うんですけれども、この今ユーストリーム番組を見てくださっている方に、例えばアリちゃんが喋って面白かった場合、アリちゃん無事故っていうのをこうツイートにアップしてもらいます、アップしてください。でその無事故が多い人がセーフ、無事故が多い人はもう滑ってないということで、その人は大丈夫です。で一番無事故が少なかった方、少なかった方がですね、罰ゲームです。はい、罰ゲームは何なんだ。あ、でもね、この間ちょっと前回嫌だったの、嫌だったの、悲惨だったので、今回はあのモノマネどうですか。いやいや、もうできないです。いやいや、ないです。どう、なんか何でもいいよ。似てない、いや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 、出ます。何でも、似てなくてもいいか。自信がない、あの名前言っちゃえばいいんです。誰々のモノマネです。そんな優しい優しい、みんな優しいから、はい、そんな感じでやっていきたいと思います。なので見ている方はぜひ、あ、もうまだ喋ってないのにアリちゃん無事故止まってる。やったー、ありがとう。優しい。これ入りますよね。これ入りますよね。私も罰ゲーム嫌です。ね、はい、よっしゃ、一票。このカウント。優しいね。ありがとう。優しい。では、ちょっと待って、考えよう。どっちから、じゃん。え、そう。誰から？誰から、誰から行きますか？誰から行く？ちょっと、どうする？え、考えてるんですか？私喋らなくてもいいと思ってますよ。え、そんなのありですか？そんなのあり？いやいや、せっかくね、こうみんなの、それを聞きたい、逆に聞きたいです。どうする？でもなんかね、はい、面白い話、誰から、あ、でもね、これね、最後に喋ると不利だってことを前回思ったんです。前回ね、ちょっと違ったんだよ、風向きが。なんか私、最初に言った方がいい気がする。そうですね、じゃあ、じゃんけんします。じゃんけんしましょうか。当選にする？いやいや、じゃあじゃんけんしよう。勝った人が最初に、全然勝った人から、うん、あ、よし、最初はグー、じゃんけんぽい。おーセーフなの？え、勝った、ここもやっとく、ね、え、勝った人からで、ね、勝った人から、はい、で最初はグー、じゃんけんぽい。では最後や、あ、フリフリ、あかんやん。あ、でも最初も滑らない話、あ、もう事故って言ってくれてる、ありがとうございます。1票1個いただきました。違うんだよ、この間はあの無事故って書いてもらう企画なのに、私ミュージック大事故事故事故って書いてもらう、事故が多すぎて、なんか数えずに終わったみたいな、数えずに終わった。すごい、ありがとうございます。無事故って書いてくれて、でも事故はミュージコさんだからって、か、はい、みんな大丈夫かな、ちょっと、ありがとうございます、ちゃんと見てますからね、頑張れって言ってくれてる。はい、あ、どうしようかな。あ、ではですね、先ほどの看護の流れ、看護の流れでこう胃腸炎とかっていういろいろな流れがあったので、病院ネタ、ネタネタって言ってるやん、ね、病院の、え、病院の、どうぞ、一人で今ちょっと突っ込んで、なんかボケて突っ込んでました。
落ち着いてきます。はい、病院、私中学の時に、私ちっちゃい頃から結構健康に対する不安がすごい強い子で、なんかちょっとガラスを踏んだりとかがよく、部屋でなんか割っちゃってガラスを踏んでこう病院に行くとかっていうのが小学校の時何回かあって、でなんかもう明日はめ、え大丈夫かな、明日はこうガラス踏んじゃったら明日生きていけるかなみたいなのを常にちょっと心配してる子だったんですよ。であれちょっと話の流れが間違えちゃったかも。なんか大丈夫、不安じゃってない、もう事故じゃない、そういうちょっとね心配なところがあって、で健康なんかちょっと具合が悪くなるとすぐ熱が出ちゃうタイプだったので、大なんかこう病気になったら怖いなっていうのをずっと思ってる感じの子で、である時に小6ぐらいの時になんかある体勢をしたらすっごい苦しくなるっていうことに気づいて、でこれはでもなんかもうずっと同じ体勢を繰り返してるのに急に苦しくなったんですよ。でこれはもう苦しいからやばいと思ってこう病院に行った方がいいって思ったんですよ。それでこう学校はそれまでずっと休まず皆勤賞だったんですけど、もうこれはもう絶対もしかしたら手術かもしれないから病院に行きたいと思って休みをもらって、こう小児科に行って検査をしてくださいっていうのを言っていったんですね。でそしたら最初あの先生がですね、どういう姿勢になったら苦しいかやってみてくださいって言われて、で私はもう本当に泣きそうになりながら、いやもう本当に苦しいんですけどって言って、こう病室のなんていうんですか、あの寝床あるじゃないですか、寝床に寝かされて、じゃあちょっとどういう姿勢かやってみてくださいって言って、そこで肘倒立したんですよ。その診療台の上でこう肘倒立をしたんですよ。肘倒立ってわかります？逆さまに。そう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 、それをしてこうやったら苦しいんですって言ったら、お医者さんにそれをやったら誰でも苦しいですって苦しい苦しい言われて終わったっていう。私は学校まで休んだのに、でなんか今までその姿勢は何回もやってたけど、たまたま息をしてなかったみたいなんですよ。その姿勢をやってるときは息を止めてた。それに気づかなかったんですか？気づかなかった。である時急に息を吸ったら苦しかったんですよね。であこれはもうなんか心臓のどこかがこうぶつかってるんじゃないかと思って深刻に行ったのに、それをやったら誰でも苦しいですよって言われて、その診療台の上でこれをやりながら、あそうですかって言ったっていうのがありました。すごいすごいっていうか、すごいすごい、いや面白いというかすごい話です。すごいなんかあーって思って、本間の話ですか？本間の話ですか？本間の話ですよ、嘘じゃないよ。作らないよ。でもなんか私ちょっと近いもの感じます、ね、正直すごいって思いながら、私もそういうような話なんですよね、ちょっと、うん、今じゃあ私の流れで、はい、私はあの眼科に行って、うん、私目が悪いんですね、コンタクトなんですけど、うん、あの視力検査をしてこのコンタクトの度を変えるっていう時に、うん、こうもう私むちゃくちゃ悪いから見えなくて、でこうはいじゃあ読んでくださいみたいに言われるでしょ、うん、あの言われた時に、じゃあ上右下とか言って頑張って言ってたら、あ違いますこれひらがなですって言われました。最悪むっちゃ適当に言ってたみたいな。すごい恥ずかしい。恥ずかしいでしょ、これはむっちゃくちゃ恥ずかしかった。確かに上とか右とかやってたのに。すごい恥ずかしい。あすごいむちゃくちゃ受けてくれてる。これは本当にすっごい恥ずかしかった。ずっと見えてないけど頑張って言っちゃうんだってことです。なんか頑張ってあんまりね、そう強がってなんか似た感じでしょ。はい、そうそうそう、すごい恥ずかしいですよね。すごい恥ずかしい。結構私もでも頑張ってたんだ、もう見えるはずだと思って、あんまり悪くなりたくないと思って、空いてると思って上右下とか言ってたら開かなくて、笑いながら言われました。結構冷静な、結構冷静に、そう冷静なですって言われて、もうめちゃくちゃ恥ずかしいと思って、もうと思って、分かる、ずっと心の中で引きずってました。本当だ、
すごい、全然滑らない。あ、よかったです。無事故ですよ、無事故。あ、無事故やった、すごい、みんな反則無事故だって。あ、やった、よかった、面白いよ。あ、嬉しい、ギャハハってなってる、みんなありがとうございます、すごい、よかった、私の失敗が受けた。無理無理無理。一人憂鬱な空気が。顔が険しいもんだ。ね、険しい険しい。これね、絶対最後に残るの。最後が難しいと思う。ね、待って、私そんな。すごい、無事故いっぱい来てるユッキー。うん、嬉しい。ヒントください。ヒント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 。アリちゃんにヒントを出せる方、ヒントください。なんか自分の体験じゃなくてもいいですよ、聞いててとか。そうかもね、なんか友達の話でとか、ね、こんなのいたみたい。じゃあ考えてる間プレゼン、そんな、なんか考えちゃいます。面白い話な。私どっちかっていうとツッコミ。あ、なるほど、なんかクールな感じはね、タイプなんか伝わってくる。クールでいつもなんか思った今、ね、それ思った今、まあ、思った。でも私たち同じタイプで、うん、アリちゃんはクールな、いつもなんか、そうか、心の中ではめっちゃなんか何言ってんのこの人とか思ってる。今そう、誰をもしかしたら思われてるかもしれない。終わったの、ほんまの話ですか。ちょっとほんまになんかこの人ら大丈夫かなって思った。あれ、先輩たち大丈夫かな。どうやって生きていってるのかなって思って。生きていってるのか。結構楽しく、うん、すごい鋭く切られましたけど。大丈夫か。一番受けてるやろこれ。一番受けてるやろ。やった。なるほど、今のね。でも無事故って書いてる。そういうこと、うん、ね。そういうことよ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 。なるほど。ところがね。でも今のちょっと面白かったね。面白かった。まさに切られた。まさに切られすぎた。だから私街とか歩いててもめっちゃ突っ込んでるんですよ。うん、心の中で。そうそうそう。それをなんかね、歌にしてたりするんですけど。なんやろな、他なんか。何やろ、何で突っ込んでんやろ、私めっちゃ突っ込んでるけどな。いや、なんかね、あ、昨日、はい、お、なんか風も変わった、ね、友達の家に今ね、居候させてもらってるんですけど、うんうん、あの、どこやって、のぼり島っていう駅あるじゃないですか、うんうん、私初めて行って、めっちゃ人ごみ、うん、で、こんな知らん名前の駅、こんな人ごみなんやと思って。あ、結構人いるんですね。うん、思って、うん、そこであの外人の人、なんかインド人みたいな人と、なんかちょっとホームレスみたいな人が、うん、めっちゃ喧嘩してて、うん、めっちゃ喧嘩してて、いや、もう信じられない言い合いみたいになってて、うん、でも駅員さん、うん、こう来て、うん、2人ぐらい行って、うん、めっちゃ逃げました。そうか、危ないみたいな、近い、近かったの。そう、うん、それでなんか、いや、そういう時に、なんて突っ込んだっけな。え、そこで、そこが重要、そこ重要、そこ重要、そこ重要、重要。今、引きつけられてるね、今、だいぶ引きつけられてる、引きつけられてる、今、来てる、来てるよ、ね、そっからね。いや、東京は怖いなと思いました。東京は怖い、落ち弱いなっていう自分の突っ込み。ね、落ち弱って、あ、そう、落ち弱っていうツッコミ、落ち弱ってツッコミ、あ、都内の地名や駅名を間違え、みんな、三村さん頑張ってヒント出してくれてるよ、なんか都内の、都内の地名や駅名を間違って読んだとかありません？逃げて終わりかい。でも突っ込んで、あ、でもちゃんと、チャリサちゃん、無事故って書いてくる。大阪の方が読めない、私大阪、かなてんとか、あ、それも読めなかったです。ね、難しい。なんか長いやつありません？なんだろう、長いやつ。長いやつ。うん、西、あれ？西中島南方とかとか、なんかその辺の。それそのまんまで、ね、そのまんまで。なんやろね。早口言葉みたいやん。なんか読めないですよね。え、これヒントなんですか？読めないですよね。ありません、ね、ある、ある、あるで読めないのあるよね、ありますよね、いっぱい、ある、ある、いっぱいある、うん、全然読めない。東京の電車はほんま怖いですね。怖い、難しいね、いっぱい振り返りもあってね、うん、怖い。あ、そう、大阪の方が難しいと思う。そうなんだ、うん、そうやね、浜店とか他に何あるかな、
パッと思い浮かばんね。なんかあんまり知らんとこ、都心部からここら辺みたいな。なんか全然どういうこと？距離的に走り的な走り方みたいなとこ。なるほどね。あるよね、なんかありますよね。出てこへんねんけどね。気になる。ちょっと調べて。調べ。大阪の難しい。難しい地ね。あ、でも無事故結構入ってきてますよ。やった、もういいんちゃう。無事故ね、結構意外とね。あ、これミュージコも一番目に喋ってますからね。長い長いね、長いね。あるある確かに確かに。え、いや、今回2名はいましたよ、無事故。あ、2名あれ、え、ていうか事故が非常に多いね。ミュージコってどういうの？みんな書かれる。事故事故事故。もう名前を恨んだ方がいい。綺麗売り割り。あ、綺麗売り割り。綺麗売り割り難しいよね。綺麗売り割り。あれは、アガーシオ難しい。なんかいかついですよね。いかつい。そうそうそう。売りは？綺麗売り割りです。売り割り？売り割り割りです。割り。読めない絶対最後の文字が。綺麗売り割り難しい。すごい。じゃあ、これが大阪ですね。はい。違う。まだ続いておりますので。まだもしかしたら一番最初だったから見てない人がいるのかな。すごい。事故って書いて。途中中小学校の時の私の話。他にあるんですか、はい、あっちゃん。もういいよ。なんでもうこれ以上聞いてない。もういいよ。なんか怒られたけどね。もういいよ。なんか言いたそうな感じ。ないそう。最初に言って聞いてない人言ってるからもうちょっと。あ、大丈夫。すごいいじめてるけど大丈夫。すごい攻撃してるけど大丈夫。すいません。ね、ミュージコさんのファンの方皆さんすいません。結構事故って書いてますねみんなね。はい。じゃあそんな感じで、はい、まだ募集してまだ統計はこれから。まだ後なので無事故まだなんですか？決まってますね。嘘、あ、誰やろう。まだちょっとなんか文字が打てなくてちょっと手こずってる方とかいますか？いや、増えるだけだろ。事故増えてる。増えない。ほら来た、ほら来た。無事故入ってますよ。ありがとうございます。入るたびにカメラ目線で俺を言っていくみたいな。全然ね、はい、な感じですね。決定しちゃいましたね。すごい、でも面白い話がやっぱりありますね。よかった。じゃあ今回もまたやってもらいましょうか。いやだってさ、みんなの見たいじゃんね。いや絶対見たいじゃん。ルールでね、もう皆さん期待してる。もうそういうことです。期待してないよ。何にもできない。じゃあ、え、そんなにすぐに？あ、そういう気でしたっけ？ライブとか行かずに？ライブ行かずに書いてる。数を上げたい。はい。じゃあそんな、みんなを身近に感じたところでまた曲を聴いていきたいと思います。では、さっきと逆回してユッキーからお願いします。誰も構わない。ダメ。まだ間に合うから。まだ全然間に合いますよ。滑り込みセーフ。ね、滑り込みセーフを期待してますので、お願いします。え、心の中で結構突っ込んでるんですか？あ、そうです。すごい。え、なんか友達でボケたりとかされたりします？こう。いや、違うんですよ、うん、そういうわざとボケられるのはあんま突っ込めないんですけど、うん、なんか変な人いてるじゃないですか、うん、なんかね、ちょっとあいつ変わってんなみたいな、なんかそういう人を探すのが好き。あ、なるほどね。え、あの人絶対変な人やみたいな、どんな、なんか変な人っていうか、うん、考え方がでもすごい好きです。どういうことなんかわかります。今の流れででも好きですって言われるとなんか変な人じゃない。なんか面白い考え方が私にはない引き出しを持ってる人が好きなんですよ。あ、なるほど。なんか大丈夫かな。いいってことですよね。好きだってとこだけ覚えとけばいいですよね。そうしてください。はい。いや、大丈夫です。ありがとうございます。はい。あ、準備できた。どうぞ。では、もしもし形容詞という
今まさに曲を作っていかなければいけない状況なので、そういう歌を歌います。聴いてください。意味がある、意味がない、そんなことに意味はない。息を吸ったら吐き出して、雫が落ちたら染み込んでゆくだけ。価値がある、価値がない、そんなことは聞いてない。なんだか眠れない、そんな時は緑のボタン、トゥルルトゥルルトゥルル、もしもし愛しい恋しい可愛い嬉しい君らしい君がいい頼もしい、ああああ眠れそうだ。瞬きを忘れたら涙がじんわりにじんできました。小さな部屋閉じこもっていても、爪も髪の毛も昨日より長くなる。もしもし切ない、歌わせてもらいますが、なんかいつもね2ヶ月に1回ぐらいのペースで東京にはずっともう3年4年前ぐらいから来てるんですけど、こんなに長く家を離れていることはなくってですね、まあ、今まだ1週間目ぐらいなんですけど、ここからまだねずっと続くわけで、そう思った時にもう今を大事にこう生きていくしかないなというふうに、こう今っていうふうにこう思うように、どんどんもともとそういうふうに思うタイプなんですけど、今思ってます。すごく明日はね、どういうふうに、どんな明日になるかわからないなっていう感じなんですけど、そんな曲を歌います。金の針金という曲を聴いてください。
意識がなくなる前に、意識がなくなる前にキスしよう。だけどこんなに
ご準備をお願いいたします、はい、こちらで、番組プレゼント紹介をしたいと思います。今週の番組プレゼントは毎度おなじみパルヘジアステッカー、じゃん、はい、うたげさん提供インチキマンショーのお笑い CD、 じゃん、そして全国発売中のうたげコンビ3のポスター、じゃん、はい、うたげコンコンピピコンピってなるんだ、コンビネーション CD3 のポスター、そしてチャイナスクエアのランチライブトゥルーカラーに出演していただいた松沢春奈さんのサイン入りオリジナルステッカー、これですね、そして番組コーナーで使用したスケッチブック用紙と番組終了後の集合写真にサインを入れてプレゼントいたします。応募方法はですね、すでにツイッターの方では書いてありますけれども、スタッフの方が応募用ハッシュタグをツイートしてますので、リツイートするか、はい、ですね、これね、見ましたよ、見ました、美濃部ありさと結城がミュージコの巻き返し事故に遭わないように、巻き返しじゃないよ、巻き返しって書いてない、嘘、巻き返しって書いてある、巻き返しって書いてありますよ、書き間違いして本当は何だったんですか、事故だ事故本当は何で書きたかったんですか私なんか今事故ってないってことだと褒められてる気がしてちょっと嬉しかったんだけどえ、はい、そのこのハッシュタグですねハッシュタグをつけてコメントをしていただきますと応募となります。どしどし、まあ、まだまだ応募中ですので、まあまあ、よろしくお願いします。え、はいお待ちしております、よろしくお願いします。準備 OK ですか、大丈夫です。ではアリちゃんの曲を聴きたいと思います、お願いしますはい、じゃあね、せっかくなんでツッコミって思って、あのね、さっき喋ったんで一番私の曲で突っ込んでる曲を歌いたいと思います。アルバムから、じゃあ1曲、チャリっていう曲を。駅の前に止めてたチャリが盗まれた、駅の前に止めてたチャリが盗まれた、悪いことしたなという自覚はないわけじゃないけど、早く帰りたいのに、なんでこのタイミング、ちょっとだけちょっとだけ置いただけなのに、ちょっとだけちょっとだけ15分置いただけなのに、夜風に乗ってこぎたか、駅の前に止めてたチャリが盗まれた、ちょっといいチャリだからすぐに返してほしい、晴れた日は公園へ、雨の日もコンビニへ、どこに行くのも一緒だったね、バイバイ。
た。チャリが盗まれた。嘘だと言ってくれ。帰ってきてよチャリ。ありがとう。チャリという歌を聞いていただきました。皆さんチャリ盗まれたことありますか？ない？ありますか？他にやることないんかって言ってる。ある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 。ほんまですか？嬉しい。そめっちゃ、ぜひ CD 聞いてください。あ、歌ってください。歌ってください。カバーしてください。なんか全然違う感じになりそうですけどね。なんかよかったら持ってってみたいな歌になりそうだよ。あ、お前や。はい、そんな曲でした。じゃあ、次は、私そんな突っ込んでるばっかりの人じゃないんで。そういうイメージになってるかもしれん。ちょっとね、ほんわかするあったかい曲も歌いたいなと思います。私が一番まあ、ライブで大事に歌ってる曲で、唯一家族をテーマに書いた曲があるんですけど、今ね、和歌山から大阪出てきて一人暮らしして、なんかね、家族と離れて過ごしてるから寂しいなっていう思う時もあるんですけど、そういうちっちゃい時の家族と過ごしてた何気ない日常を書いた一曲を、歌いたいと思います。日曜日の歌。今日は天気がいいのです。太陽が眩しくて、思い出すのは小さい頃の日曜日。家族みんなでテレビを見るの、増えていく笑い声。それから車に乗ってお出かけするの。買い物行ってから外食して決まってちょっとドライブって言って、すぐには家に戻らないの。何気なかった日曜日もだんだん変わってきて、今ではもうバラバラに過ごす日曜。週末いつからかなくなってしまっていた。家族よりも友達、家族よりも恋人。わかってるけどやっぱり寂しかった。決まってちょっとドライブって言って、すぐには家に戻らないの。それを当たり前
信じられないけど、ねえ今度の日曜日ドライブ行こうよ、次は私が連れて日曜日の歌聴いていただきました。ありがとうございます。アリちゃんでした。見延アリサさんでチャリと、そして日曜の歌、日曜日の歌でした。すごいチャリからの流れがすごい良かったね。あったかい歌で、すごいいい歌でした。ありがとうございます。すごい好き。では私も一曲読みたいと思うんですけど、では共通であったチャリの盗まれた話をどうぞ。今違う、ね、エルティングのあれだ、はいはいはい、チャリが盗まれた話。あ、ここチャリが、あ、ここでね。今ボーッとしてます。あ、どうぞ、はい、行ってください。はい、よいけみたいな。いやいや、どう何がどうかなと思って。チャリ盗まれた話で振られましたけど、ねえ、あの最近盗まれましたか？あのね、えっと、日本あれ実話なんですよ。実話でね、もうめっちゃね腹立ってね、うん、書いたって、ね、わかる。すご、私もねそれをこう撤去されることもあって、あ、盗まれるというかね、撤去された時に、うん、それを歌詞に変えたのはあって、まだ曲にできてなかったので、うん、聞いて、あ、曲にしないとなって先にやってた。私もちゃんと曲にしないとなと思ってましたね、うん、よかった。皆さんがあるある共感してくださったんで。みんな本当にやっぱり東京も多いですか？その盗難であったりとか、まあ、撤去、盗難、撤去の方が多いですね。これ置いてたら撤去されちゃう？あんま乗らないですか？いや、盗まれたの中か、あ、なんかもありますか？盗…買いましていいですか？大丈夫、そう、ありますか？あら、盗まれた方が多い。盗まれるのね、あの、うん、ほんとその取る人の気持ちが、ほんと言ってたように分かんないね。そうですよね、ああいうふうに叫んじゃうぐらい、うんですかね、ねえ、どうすんのかな、ひどいよな。なんかあの椅子だけ取る人いるじゃん。あ、いるいるいる。あれはどうしろという、うん、ねえ、ねえ、ねえ、とか私この前ライト盗まれました。え、あ、こうね、なんかあのスライドで取れるライトで、もうそれ、そう、それもセットで自転車買ったのに盗まれてた。ショック、そう、ショック。あ、じゃあ、あんま盛り上がってました。どうぞ。すいません。自転車はやっぱみんな盗まれるんだなと思って、嬉しいって言ったら違うけど、私もなんか今まで5回ぐらい、なんかさっき観覧の方で6回盗まれてた方がいたのであれだったんですけど、5回盗まれてて、あの家に泊めてても盗まれるんです。だから絶対鍵をかけなきゃいけないなって思ったし、ついでに言えば今自転車はないです。もう買うことを諦めた。なんかもう絶対取られるから、そう、危ないのでね。ということで私も1曲お届けしたいと思います。今外は雨なのかな、このあとまたちょっと雨が強くなってきてっていうことなんですけど、きっと明日朝起きたら晴れてるかなというふうに思うので、そんな明日もですね、素敵な一日が過ごせたらいいなという気持ちを込めて、スタートという曲をお届けしたいと思います。で、この曲はですね、こうみんなで一緒に歌えたらいいなという思いもある曲でして、観覧の方が何人か今日台風に負けずに来てくれているので、ぜひ一緒に歌ってくれたらユーストに声が乗っちゃうぞっ
ていう記念になっちゃうぞっていうところで一緒に歌ってもらえたらなと思います。はい、きっと聞いたことあるかな。本番あそのまま練習なしで行ってしまいますが、勇気を持って声を出していきましょうぶつけ本番大丈夫、先導してくれる人いるから。では聞いてください、スタートという曲です。スタート。
あれですよね、日曜日の歌もラララのとこ会場でなんかみんなで歌ったりしてそうな。あ、そうなんですよ。もう今はあの A メロから1番から全部歌ってくる、一緒に、ワンマンとかで。なんか聞いてて、はい、ラララの時なんかいろんな人の声が聞こえてきた。あ、私も来た、来た、聞こえた気がした。わかんないか、言いたくなった。あ、嬉しい。ラララって言いたくなった。なんかすごいキュルキュルしちゃった。ねえ、なんか頭の中でもね、そういう作ってもらえたら、うん、すごい、はい、ありがとうございます。素敵な曲でした。ありがとうございました。はい、では今もう43分で残り17分になりました。早い、ね、はい、それではプレゼントの抽選行ってしまってよろしいですか。早いですか。いいと思うっていう感じですね。行っちゃいます。はい、ではまだ応募しきれてない方、今です。今です。今ならまだ間に合いますよ。あったのかな。あったんですね。ハッシュタグは、見延ありさとゆうきがミュージコンの巻き返し事故に、あ、それなんで、ね、わらみたいな、知らんかった、あ、そうなんですね。長いですね。長いね。その先ほどお伝えしたステッカーやポスター、CD などが当たります。当たりますっていうか、これやね、一面島に当たります。よし、あ、カシャカシャ言って、カシャカシャ言っている。では発表しちゃいます。イエーイ、イエーイ、イエーイ。これね、楽しいよね。なんで。はい、では今日初登場のアリちゃんに。やったー、ね、楽しい、ね、楽しい、嬉しそう。そう、嬉しい、これね、これ嬉しい。ちょっとさ、何が出るかな。すごい、なんか今日一番嬉しそう。一番楽しい、ね、楽しそう。いきますよ。はい、じゃらん、あれ、これ見せる、こっち向けて。はい、山さん、山さん、おめでとう、おめでとう、おめでとうございます。何が当たるかさっき言ったんですね。ね、うん、言ってましたね。ポスターや、すごい、すごい、おめでとう。アリスコがスケジュア今日書いた、こういう紙とか写真なども範囲付きでお渡しします。おめでとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。そして最後に、はい、最後にこれは、これいっぱい、これ入れていいんですか。これは、これ、え、これはでも入れない、分かんない、入れない、え、間違えちゃった。ちょっとあれ入れちゃった。あ、入れちゃった。これ読む、入れちゃいけなかったですかね。入れちゃった。入れなくて全部出しちゃった。これはね、これをね、よ、みんなでね、読むの、あの、どんな人たちがこうね、見くれたのかっていうの、じゃ、はい、開けましょうか。では今日ツイートしてくださった方をどんどん発表していきます。みんな、こう開いたの、どんどん。え、すごい。たっちゃんさん、ありがとうございます。すごいね。ミスターハットさん、ありがとうございます。あ、どんどん言っちゃっていいですよ、アリちゃんも。ワリパパさん、ありがとうございます。馬吉さん、すごい。めっちゃ見てくださってる。ワリパパさんも。ありがとうございます。ありがとうございます。そういうことか、この日付ってすごい。これ日付ですよね。そうです、すごい。コーヒーニックさんもありがとうございます。あ、そういうことだ。すごいですか。佐々木節子さん。大鬼さん、ありがとうございます。ありがとうございます。これ、どれが、どれやったか。佐々木節子さん、ありがとうございます。これは何の、そうなんだ、私私のカブカブさん、ありがとうございます。ルタさん、ありがとうございます。なんかね、自分の名前あれ、うん、ありました、さっき。スピンミオさん、ありがとうございます。前タンタンさん、ありがとうございます。スレイヤさん、ありがとうございます。ヨシパンさん、ありがとうございます。ヨシパンさん、ありがとうございます。これなんか自分でも言ってみたい。ミュージコです。井上愛沙でした。まだあります。まだある。佐々木さん、ありがとうございます。あれ、これでもこれここなんですか。星庵さん、ありがとうございます。スイートしたやつ。柿つばたさん、ありがとうございます。番組の、はい、昔の紙、ね、はい、はい、大丈夫です。今日もたくさんのツイート、はい、ね、皆さんありがとうございます。ありがとうございます。すごい盛り上がりました。あ、来てる。ありがとうございます。山さん、おめでとうございます。おめでとう、おめでとうございます。へえ、それではここでライブ告知をお聞きしたいなと思います。はい、皆さんライブが多分すごいいっぱいあったなと、はい、なので、じゃあ、ありちゃんからお願いします。いっぱい書きました。今東京
です。東京遠征残り3本になりました。明日北参道ストロボカフェ。はい。で15日と18日、まあ、平日なんですけど渋谷ジージさんで、ライブをします。詳細は私のツイッター内とかまあいろいろ見ていただけると嬉しいです。そして今決まっているおすすめライブ、美濃部愛さんお茶会ワンマンライブ5杯目という私が、2ヶ月に1回アコースティックでワンマンライブを大阪でなんですけど、はい、やってます。大阪にぜひ遊びに来ていただけると嬉しいです。6月27日土曜日心斎橋よかにせさんよく聞く、はい、あのよかにせでやります。読めないですよね。読めないですね、最初。はい、まあ。お昼なんでね、日帰りで。日帰り来れるね。来れる、大丈夫。土曜日なんでね、金曜のお仕事終わってからでも来れるので、ぜひ、はい、遊びに来てください。ありがとうございます。はい、こんな感じで。はい、はい、私ですね、ちょっと決まったライブが、終わってしまいまして、今路上旅なに出てますので、路上こっちですね。あ、こっちですか？あ、私ですか？あ、私。合ってますか？難しい。難しいね、これね。あ、こう合ってるね。はい。あ、本当だ。こっち。こっち。そっち。こっち。こう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 。いい感じ。いけました？さっき上手だったね、有田さん。上手にいけますか？はい、なのでですね、路上ライブを基本的にやってですね、一曲、まあ、一件作る間に路上ライブをして、そのお金で回っております。なのでですね、どこかでの路上では、週に2、3回は、まあ、多分歌ってると思うんですが、今東京にいますので、この順番にね、こういう風に進んでいこうと思ってます。はい、予測というか予定なんですけど予定なんですけど、東京から、曲を書いてですね、次明後日ぐらいには埼玉に必ず行きたいな明日に、明後日ぐらいかかってそうなんですよね。だから明後日にはなっちゃいそうなんですけど、埼玉に移動してですね、埼玉からまた曲を書いて、曲ができたら千葉にという感じで群馬、長野、岐阜と進んでいこうと思います。ちょっと私来月は家の事情でですね、1回だけ大阪にどうしても帰らなくちゃいけないんですが、その、5日間ぐらい帰った後、また今度は北陸から攻めて北海道に上がっていこうと思います。なのでこの1ヶ月は関東をできるだけ回ってから大阪に一旦帰ろうと思いますので、その後は大阪に帰る予定はございませんなのでずっと出ずっぱりにできたら資金的にもしたいなと思ってます。皆さん曲できるのかなと見守ってもらえたら嬉しいです。そして資金をお願いします。あ、そうなんです。一応ね、あります。クラウドファンディングというのでですね、サイトでですね、資金を募集してます。でもね、結構ね、もう厳しいので、もう先に出ちゃったんですね。そのクラウドファンディングの締め切りが5月の22日までなんですけど、それよりも、まあ、自分で出て、自分で直接、CD も買ってもらってっていう方法もいいかなって思って、もう先に出てしまってますので、路上ライブにぜひ応援に来てやってください。よろしくお願いします。すごいですね。いやいやいや、もう路上ライブだけですね、だけしかないです。はい、ぜひでは私は3つ書かせていただきました。顔だ顔全部隠して自分の予定が見えない。それそれ、買うよりもこうすれば見えるし、ここにずらせる。難しいね。今綺麗に。そうそうそう、今綺麗に入ってわからないっていう。大丈夫、動かなければ。はい、5月22日、あ、動いちゃった、銀座ミーアカフェですあと5月24日日曜日に音実ライブ with 夏メロカフェというイベントを二子玉川の東京音実劇場でやりまってます。で6月6日に赤坂グラフィティに夜出ます。はい、ぜひ遊びに来てください。お待ちしております。神奈川ですか？あ、そうですね、神奈川はね、北海道行って、
降りてきた時にっていうのはね、急いでるっていうのは、うん、もう寒くなってしまったら北海道とか雪とか降ってしまうと路上ライブがねできない状態になるので、もうそうなんですよ、5月なの、そうなんです、なのでもう早く上へ上へともう焦ってるわけですね。なるほど、そうでしょう、もう7月8月にはもう絶対に行きたいというので、そうなんです、なので降りてきて、まあ、神奈川はねまだもうちょっと後でもまだ大丈夫だろうということで降りてきた時に行きます。よし、待ってます、はいはい、私ぜひ1週間ぐらい言うと思うんでぜひお願いします、はい、その時は。すごい、もう季節を、そうですね、来たいです、そうですね、関東の時にはここに、埼玉の時もまた千葉の時に来れる限りは、はい、はい、ありがとうございます。だから全然予告なしで、あ、今日もいるあれまた今日もいるまた今日も曲かけてないなそうですね、はい、あすごい楽しみですね、どうなるか、ね、はい、どうなるか楽しみです、ご、はい、期待でお願いします、ありがとうございます。はい、そんなこんなでも残り7分となりました。すごいね、という間だ、すごい、瞑想するけど収まるね、やっぱりすごい、そこだけは褒めって使う、そこだけ時間に時間がタイトみたいな、進行はぐだるけど時間だけを選択、そうですね、罰ゲームはでも忘れたと思います罰ゲーム、でも、ね、罰ゲームまだ見てる、でも違うよ、でもちゃん、え、誰が罰ゲームやるか、まず見た方が良くないですか、はいはい、誰が今から遡るんです、今から大変、もう結構カウントされてるんですか、え、カウントしてるよ、あ、本当ですか、じゃあ数発表できます、ここ近めだよね、あ、じゃあ数の発表、第、え、どういう順ですか、無実行、第1位ユキ、メガネ、ありがとうございます、あ、よかったです、仕上げのありがとうございます、恥ずかしい、はい、いいアイちゃん、イエスよかった、嬉しそう、ユキコさんは無実行は2つだった、2つかいでもなんかその後来てますよ、みんな事故事故事故、もう恥ずかしいです、あれ私の名前ミュージコだった、名前間違えてるのかな、ジコちゃんだと思って、漢字でジコって書いてる漢字おかしいな、一番目だったらいけると思いましたけど、はいはい、続きます、結構ね、罰ゲームがあっさり進められてる、あれなんですか、なんの写真かな、ムービー、違う、ムービー撮ってムービー撮って倍に上がるんですよ、あー、うわー、嫌だよね、残るんや、よかった、私もう絶対嫌なやつ、モノマネですよ、え、モノマネですよね、今日、うん、えって書いて、なんで近づいていかなきゃいけない、あ、え、何がいいかな、何がいいでしょう、何がいいで、パートリーは何かあるんですか、一つだけあります、あ、それをやりましょう、それでいいですか、はい、とっておきの、あ、うんって書いて、一つだけじゃあ、ごめん、すごい緊張するね、こ、顔映しちゃいけないんじゃないですか、何、あ、声、あ、そうですね、やっちゃダメだ、ですね、サザエさんのタラちゃん、あ、タラちゃん、はいはいはい、からのタマ、タラちゃんからのタマ、すごいコード、あ、ちょっと待って、これ練習してないからできないかな、ちょっとすんごい緊張する、後ろ向きたいんだけど、はい、ジタバタしない、はい2人ぐらいいたの、はい、たまー、どこ行ったでーちかー、たまー、すごい、以上、すごい、高いですね、うん、びっくりした、そうです確かに練習、そうだよ、もう本当だよ、バスケ練習する感じになってるよ、似てた、はい、あ、よかった、何かが流れ始めて聞いてるっていう、自由、自由、めっちゃ自由、過去とか流れびっくりした、何が流れたの、微妙って書いてあるえ、似てたって書いてある、似てた、似てたと思う、すごい上手かった、あ、きっと生で聞いた、ここで聞いた、すごい似てた、厳しいね、すごいね、MC、あ、
ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ホームページを貼ってくれました。ありがとうございます。仙台は北海道ね、まだわかんないんですよね。ちょっと悩みつつ降りていきますね。そうですね。まだ分かり次第。似てたって来てますよ。はい、似てた来た。よし。似てた本当だよ、ね。似てたと思います、本当に、うん。びっくりしました。ありがとうございます。嬉しいです。罰ゲームね。なんだね。すごい罰ゲームじゃないぐらいに。本当。はい。よかった。ではここで番組の告知をいたします。クラブパルヘジアでは毎週火曜日夜8時から西武新宿線伊予木駅南口徒歩すぐの中華料理屋さんチャイナスケアにて配信しております。観覧は無料です。ワンドリンク500円でお楽しみいただけます。火曜の夜はみんなで楽しい夜を過ごしましょう。パソコンでご覧の方はこちらにこちらどちらこちらぐらいここら辺にいいねボタンやツイッターいいねボタンがあると思うのでそれやツイッターなどで多分ある、はい、ツイッターなどで関わってください。チャンネル登録もお願いいたします。はい、ではそれでは視聴者の方に一言なんかメッセージをお願いいたします。一言ずつでは、じゃあアリちゃんからいきましょう。もう初めて出演して、はい、もうミュージコさんの MC 力見習いたいと思います。本当見習いたいと思います。もうすごいすごいです。ありがとうございますと思いました。楽しかった。あ、よかった。ありがとうございます。はい、はい、ミュージコさんと久しぶりの再会で、はい、リサちゃんと初めましてでしたけど、はい、すごく、ね、楽しく、うん、なんかお互いの音楽の始め方とかが、うん、とてもあ全然みんな違うのにこうやって3人揃って喋れるんだなっていうありがたさを感じました。楽しかったです。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、今日は、はい、すごい3人でいろんな話ができてあっという間の2時間でした。はい、こんなね帰りはちょっと心配なんですけど気をつけて、みんな気をつけて帰ってもらえたらいいなと思います。はい、来週もゲスト盛りだくさんでお送りしたいと思います。来週のクラブパルフェジア3週目の MC はヒロミンです。ゲストは八嶋美希さんが決まっております。ぜひお楽しみにしていてください。はい、では最後にですね、みんなでカメラ目線で P ポーズを撮るというのが恒例になっております。今どっか言ってました？今考え事だった。明るさまにどっか言ってましょうか。すいません。もうすぐですよ。はい、すいません。はい、すいませんね。はい、右手が棒 P のマークで、右手が棒で左手が輪っかです。 P を作ってください。で、私があのご挨拶をしますので、そしたらカメラに向かってクラブパルヘジアと言いながら前にこう出してください。はい、それでは準備はよろしいでしょうか。はいはい、今週もありがとうございました。来週もクラブパルヘジア、ありがとうございました。ありがとうございました。そんな単純なことなのにも簡単じゃない。真っ暗な部屋について電気の代わりにパソコンをつけろ。火曜日の夜クラブパルヘジア、クラブパルヘジア、笑顔を見つけよう。オリジナルの笑顔ハンドメイドしてくれ、クラブパルヘジア、クラブパルヘジア、オリジナルの笑顔、僕だけの笑顔見つけよう、見つけよう、見つけよう、見つけよう。